こんにちは、メンズの松です。松は人間大好きだ第7回の収録でございます。元相方のね、宇治がいなくなって、名前も、俺たち人間大好きだから松は人間大好きだに、変わりました。で、第1回と言ってもいいぐらいなんですけれども、松は人間大好きだの、まあ、最初の話になるんですけれども、自分の職場の話にもなっちゃうんですけれども、皆さん、会社に出勤されたりするじゃないですか、社会人の方は。で、職場に行けば上司の方がたくさんいたりとか、後輩の方がたくさんいたりとか、職場環境によってその人数っていうのも多分結構変わってくるとは思うんですけれども、会社にいると、移動とか、違う部署から人が来るとか、逆に自分らの部署から人が違う部署に行ってしまうとかっていうのが、結構ザラにあるんですけれども、それがつい最近ありまして、うちの職場でもありまして、でいわゆるうちの言うたら上司にあたる人が一人いなくなったんですね。で、同い年ぐらいの女の子もいなくなって、で二人いなくなったんですよ。ってなったら二人が来るんですね、新しく。で、新しく来た、上司の男性の方と、女性の女の子が来たんですけれども、で、ちょっと時期がずれたタイミングで来たんですね。上司の男性が先に来たんですよ。1ヶ月、2ヶ月ぐらい先に来たんですけど、で、どんな方なんかなって、知るじゃないですか、最初は。こう、お互い探り探りになるんで、どういったキャラクターなのかとか、どういった風に仕事を進めていく人間なのかっていうのをこう確認し合っていくじゃないですか、最初って。お互い分かんないですし。で、その1ヶ月間っていうのはすごい結構僕充実してて、その前の上司の方が全然嫌やったっていうわけではないんですよ。前の上司の方もすごい素敵な方やったんですけど、今新しく来た上司の方っていうのがどちらかといえばこう、なんていうんですかね、ちょっとこうめんどくさがりというか、早帰りたいとか、眠たいとかっていうのを結構こう言う人なんですね。で、僕もなんかそういうのって結構気軽に言いたいタイプなんですよ。冗談も含めもありますよ。ですけど、眠たいなとか、家帰って寝たいなとか、1時間寝たいなとか、そういうのをこう結構言いたい人間やったんですよ。やったんですよとか言いたい人間なんですね、僕。で、前の上司の方は結構真面目な方やったんで、なかなかそういうの言える雰囲気っていうのはあんまりなかったんですけども、新しい方が来た時はもう言うたらその上司の方が言うんで、もう結構その場雰囲気が結構もうみんな言える状態になるじゃないですか。だから結構なんかもう眠たいな、帰りたいなとか、結構もうそういう雰囲気になって、その1ヶ月間って結構すごいこう雰囲気も良くて、新しい体制になったなみたいな感じだったんですけど、問題はですね、1ヶ月後に起きたんですけれども、先ほどお伝えした通り2人抜けたんで、もう2人来るって言ったじゃないですか。で、最初に1人その男性が来て、上司の方が、で後で遅れて女の子が来たんですよ。女の子がで、上司が男の人なんですけど、で来て、あーこんにちはって挨拶するじゃないですか。挨拶するんですけど、びっくりしたのが、その上司の方と一緒に出勤してきたんですよ、その移動してきた初日で。その女の子と、先ほどお伝えした上司っていうのは同じ部署にもともといたんですよ。同じ部署から一緒にこっちの部署に移動してる、来てるってことなんですけど、ただ来るタイミングが1ヶ月ずれたってだけ で、ただ初日にこっち来た時はなんかその僕らも、言うてもなんかこう初日やったから、なんかこう顔なじみの人と一緒に出勤してきたのかなって思ったんですよ、最初はね。なんですけど、次の日も一緒に出勤してきたんですよ。もうあれれって思うじゃないですかね、あれれって思うじゃないですか。で、結構年の差は離れてると思うんですよ。多分ね、20代前半ぐらいの女の子と、多分30代半ば後半ぐらいの、言うたら10歳差ぐらい、10歳15歳から15歳差ぐらいの、年の差になるんですけど、一緒に来てたんで、あれと思って、で、なんかすごい、なんかこう僕ら周りがいる中やと、その上司の方をさん付けで呼んだりとかちゃんとするんですけど、その女の子は。なんですけど、ちょっとこう人がいなくなったとこでこう聞き耳立ててたりすると、結構呼び捨てで呼んだりしてるんですよ。
ありゃってなるじゃないですか。まあ結論を言うと、そういう関係やったんですよ。いわゆるお付き合いされているっていう関係やったんですね。なんですけど、その僕の働いている会社上、その、なんていうんですかね、いわゆる上司と言われる方がと、その後輩と言われる方が、例えばお付き合いするっていうのは全然悪くはないんですけど、その後輩の方を評価するのって上司の方じゃないですか。なんで、その上司の方っていうのが、その下を評価する、その後輩を評価するときに、その恋愛やったりとか恋っていう感情が入ってしまうと、ひいきしてしまうんじゃないかっていうのがあって、同じ部署に、基本的には、その上司と後輩関係の恋愛は基本的に同じ部署に入れないっていうルールがあったんですよ。あったというかあるんですね、うちの会社は。で、それを言うたら、まあ、隠してたって言うとあれですけど、まあ、隠しきれてないっちゃ隠しきれてないんですけど、一緒に来てる時点でちょっと怪しいんでね。で、まあ、それが発覚しまして、で結構もう公になっちゃったんですよ。で、多分ね、どっちかの先輩か後輩、上司の方か後輩の子が、多分どちらかが異動をまたしちゃうと思うんですけれども、多分知ってたはずなんですよね、ダメだっていうことは知ってたはずなんですけど、こうなってるんで、なんかね、隠すつもりやったのかなっていうのは正直ありまして、まあ恋愛自体はね自由ですし、僕は正直言ってどうでもいいって言うとあれですけど、別にどっちでもよかったんですよ。ぐらいでよかったんですよ。ぐらいで、あ、お付き合いされてるんやぐらいでよかったんですよ。なんですけど、やっぱこう会社の都合上そういうことがダメやったりしたみたいなので、ちょっとした問題にはなったんですけど、まあね、それを気にしてる方もいらっしゃれば、まあ全然気にしてない僕のような人間もいれば、でもやっぱりそう、人間っていうのはね、やっぱこうどういったタイミングでその人を好きになるかとかって分かんないですし、まあ僕もそうですけど、例えば僕は今ね20代半ばの年齢なんですけど、もしかしたら例えば40代50代ぐらいの方を急に好きになるかもしれないですし、逆にまあね、僕の年代やとやっぱりこう30代とか20代の方が好きになる方がやっぱ圧倒的に多いと思うんですけど、こう年の差婚っていうのも全然あるので分かんないのでね。でもやっぱりこうね、一緒のね、その部署に来たっていうことはやっぱね、一緒に働きたいっていいじゃないですかね。だって好きな人と一緒の部署で一緒に働けたら絶対楽しいと思いますし、一緒に出勤できたりね、楽しいと思いますし、幸せやと思いますし、別にその幸せ自体をその潰したいとか壊したいっていうことは全然ないんですけどね、え、なんか何が正解なんかはよく分かんないんですよ。ただその平等っていうことを、そのね、後輩をとかをこう評価する上司の方がやっぱひいき目になってしまうんじゃないかっていう恐れがあるので、なんかダメみたいにはなったんですけどね。まあでもやっぱりこう好きな人ができるっていうことはやっぱ尊いことで、それがね、年齢差10歳であろうが15歳であろうが関係ないですし、僕自身はね、その上司の方すごい大好きで、もう性格もすごい大好きで、もう人、考え方とかもなんかちょっと僕に似たようなとこもあったりするんで、僕が似てるっていう感じなんですけどね。すごい素敵な方なんで僕大好きですし、その新しく来られた女性の方とももっと仲良くしたいなとは思ってますし、まあすごい口数の少ない女性の方なんですけども、遠目から見ててもすごいお似合いやとは思いますし、まあ全然ね、お付き合いされることは素晴らしいなとは思います。うん、まあそういうこと自体がね、結構起きたんがここ、働き出してから初めてですし、まあなかなかないと思いますしね。でも実際この社内恋愛とかって結構あるじゃないですか、どこの会社でも。まあ上司と後輩でも普通にあるでしょうし、ただそのうちの会社はダメやったみたいな感じですけども、まあ僕は全然いいんじゃないかなと思ってたんですけどね、その半ば半分ぐらいは。でもやっぱこうルール的にそうなっているのであればやっぱ仕方ないですし、でもやっぱりこうね、こう好きな人と一緒に出勤できるっていうことをやっぱ自分が考えた時にやっぱ幸せやと思いますしね。もしかしたらもう一緒に住んでるかもしれないですし、
ただね、こう想像した時にやっぱこう同性とかって考えるじゃないですか。僕ね、多分同性ってなるとね、なんか無理な気するんですよ。なんか僕絶対一人の時間が欲しい人間で、喋りたくないわけじゃないんですよ。で、女性が嫌いとかそういうわけでもないでしょ。もう大好きなんですけど、普通に好きなんですけど、ただなんかこう自分が無になれる時間というか、やっぱそういうのはやっぱちょっと人より多く欲しい人間なんで、もしかしたら結婚できるのかなとか思ったりするんですけど、自分はね、もちろん結婚はしたいなとは思いますよ、したいんですけど、まあでもちょっと難しいかなとは思ってます今はね、はい。でもやっぱこう上司の、ね、方とその後輩の方、まあ、うちの会社ではそういう風なルールのもとそういう感じにはなりましたけど、まあ、いろんな会社でそういうことがあったりすると思いますし、なんかね、面白いじゃないですか。だって先輩と後輩でやったりとかね、普通に話してるような人らが付き合ってたら、この人ら普段やったらどういう感じでね、イチャイチャしてんねやろうとか想像したら面白くないですか。その先を想像するのも自由ですし、まあ、しないのも自由ですけど、まあ、どういった考えを持つのかも自由ですけど、でもやっぱこう人間っていうのはやっぱこう年齢とかに縛られず、好きな人は急に好きになったりする面白い生き物やと思うので、これからもね、なんかそういうことがあればこの場でね話させていただけたらなと思っております。はい、ということでね、松は人間大好きだ7回、ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。